こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は9月の28日でございます。いよいよ明日ですね、自民党の総裁の選挙は、いやー、いろいろとね、4人お出になってますけども、河野さんと岸田さんと高市さんと野田さんでございますが、まあなんかいろいろ日経とかテレビ東京とかいろいろ予想はしておりますけれども、なんか1回目の投票だとやっぱり河野さんが1位ですかね。河野さん、岸田さん、それから野田さんって感じですかね。野田さんって河野さん、岸田さん、高市さん、野田さんって感じですかね。でもね、過半数取れないと決選、投票になるわけでございますけれども、そうすると決選投票になるとなんかやっぱり岸田さんみたいだね。で、岸田さんとだから河野さんとのあれですかね、こう決選投票ですかね。河野さんが3位になるってことはないと思うんだよね。だからまあ1位と2位で決選投票になるわけだから、まあ河野さんと2位がそうですね、高市さんっていうこともまああり得るけど、なんか予想ではやっぱり岸田さんみたいだね。そうすると過半数取れないと河野さんと岸田さんで決選投票になるわけだけど、決選投票になるとね、国会議員の382票ですか、それからね、都道府県が各1票だから47票ってことになっちゃうわけですよね。そうすると国会議員のね、やっぱり数で、ほぼ決まっちゃうんで、そうすると、まあ、岸田さんっていう感じになりそうでございますね。これは蓋開けてみないと分かんないけどね。でもいずれにしてもね、やっぱりこのコロナのやっぱりね、だんだんこう感染者の数は減ってますけれどもね、減ってるけどもこのままね減り続けていけばね、とても嬉しいですけども、いずれにしてもこのね、まだ入院されている方もたくさんいらっしゃいます、いらっしゃるわけですから、それからね、この待機されている方もたくさんいらっしゃるわけですから、やっぱりそれからできるだけね、やっぱりこう感染しないように、このコロナ対策をね、やっぱり具体的にね、やっぱり根本的なところで捉えて、国民のためにね、汗をかく人になってほしいよね。それとやっぱりコロナでね、みんな本当にもうね、まあ商売やってる方はね、まあ商売によってまあ若干違いますけれどもね、まあとにかくね、もうどうにもなんないですよ。やっぱりこうお客さん商売とかね、いやーこれはね、私なんかもね、いわゆるそのお客さん商売だから、いや大変でございますよ、これを乗り越えるためには。だから一日も早くね、やっぱりこうコロナが収束してね、収束の方向へ向かって、それでね、やっぱりあのイベントができたりコンサートができたり、それからいろいろとね、こう何ていうのかな、録音する方がたくさん増えてきたり、そういうこう活性化しないとね、まあ本当にこれどうにもなんないよね。だからね、こうお給料もらってる人はね、やっぱりこの深刻さっていうのはなかなか分かりにくいと思うんだけど、やっぱりこう自分でね、会社やって仕切ってる人の立場になるとね、これは本当に大変でございますよ。だからやっぱりそういうね、大変な方々の 人たちのやっぱりそのね、大変さをね、やっぱりよく感じて、それでね、やっぱり予算をたくさんね、やっぱり取っていただいて、でやっぱり相当ね、これやっぱり困ってる方に配っていかないとね、いやマジで大変なことですよ。
だからやっぱりそういうね、こう対極的な見地からね、やっぱり見て、でなおかつこう実行力のある人だね。まあこうね、官僚のね、いろんなこうお役所の縦割りの状況の中だから、それはやっぱり簡単にはいかないですよ。ね、やっぱりね、それをね、その壁をね、こう乗り越えて、それでやっぱり一つの自分の思ってるね、ことを実行しないといかんからね。まあとにかく、まあそういう実行力の国民にとってね、やっぱりプラスになる、国民にとって力のね、こう支えになる、そういう人になってほしいですよね。まあそんなことで、今日をもって明日は、自民党の新総裁が、誕生するわけでございますけれども、とにかく期待しております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。